はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらスーパーサイジン5とスーパーサイジンベジータのスペクタルに、まあカテゴリーミッション、伝説の存在のみで挑めというカテゴリーミッションを挑んでいきたいと思います。まあパーティーとしては、まあこれしかねえと思う。もう全員神次元と伝説の存在、まあ神次元だね、神次元で染めて、身勝手のフィールドをうまく発動して回避無効を回避無効じゃなくしていく、何言ってんだ回避無効を無効化してかわしていくしか方法がないと思ったんで、こんな感じのパーティーで、まあね、身勝手じゃなくてベジータボコしていきたいと思います。まあでも結構、でもね、カテゴリーミッションの中では割と、まあバインド悟空も入ってるし、まあ回避系の運ゲーだけど戦えるんじゃねえかなと思っておりますけど、やばい、著作権、そっか著作権があんだな、忘れてた。でも次はあれか、一応次は身勝手の登場時演出があるから許されるはずだけど、どうしようかな許されるんだけど、BGM しゃあないな、身勝手の演出は無音で見るしかねえな。でかわしてかわして、1800万、差し込み BGM 入れてもいいんだけど、音量のね、あのいまいち調整がねむずいというかどんぐらいの音量でその 後付け BGM 入れればちょうどいいか分かんないからさ、ちょっとそこがめんどくさいんだよね。で、もう今日張り切ってんね、1300万。で、避けて、まあ、確定回避なんで安心感がえぐいですと。いった感じで、いいね。で、兆しくん760万。前回の動画ね、ベジータ、ベジータね、兆しくん2700万出したからね。マジ化け物だよな、こいつも。で、これかわせなかったら英雄。おお、大パンク才能だろマジでこいつ、すげえわ。なんか最近ね、苛立ちよりねすごいっていうなんか感想が出てきちゃう。もうやばいよ、末期だよ。オッケー、ベジッタじゃなくてベジッタ、誰、まあ兆しくんがいるんでこれでいきますね。あ、いいね、まずゴッドからで、くる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 回って、おーおーおーおおお、誰、いや、この BGM も神だよな。で、おいね、ゴッドからの身勝手兆し。悟空、孫悟空、孫悟空さん、父さん、悟空、あとは頼みだぞ。頼まれた男が必殺でワンパンされたって知ったらベジータ悲しむんだろうな。まあ兆しに避けさせるか。いや別に兆しに避けさせるメリットないんだよな。まあこれでいっか。オッケー、ゴッドも火玉6個取ったんで問題なしと。で、確定回避おいしい、確定回避おいしいと。で、確定回避おいしい。で、1800万。で、殴って、カメハメハをぶち込みの、ナイス会心からの、1200万、強いの。マジで強いね。まあ、こいつはどんなにインフレしても、回避無効じゃなければ、まだまだやれる。で、おー、いいね。さっきの兆しくんとは違う。やっぱ完成された身勝手だからね、ちゃんとかわしてくれますね。で、1300万強すぎ。で、首くるりんからの、マジ、ここの蹴り好き、めっちゃ。ここの蹴りめっちゃいいよね。で、会心出して、860万。で、テンポがいい殴りからの、気弾爆発からの、マジ殴り。で、いいね。張り切ってる、950万。で、いいね。力とは違う。力とは違うところを見せつけて570万。ゴッドもやばいか。あ、てか、このステージ確かあれなんだよね。必殺2発撃ってくるから、ワンチャン。そこをどうにかしないとやばい気がするけど、早めに突破していきたいんで、回心を出してほしいとこだけど、俺のゴッドは 無凸なんで、そんなゲートはできませんと。でも、追撃は出すんです。マジで欲しい。おお、回心出した、ナイス。で、避けて、避けて、避けると。やっぱいいね。60% 回避でも、身勝手以上にかわしてくれる。で、ここはまあどうしようかな。まあこうするか、無難に。さすがに 77% 軽減で、奪っくられることないと思うんだよね。
やばい、著作権。やばい、著作権がやばい。やばい、消すの忘れた。消すの忘れた。お、声で書き消すしかねえ。声で書き消せ。いや、意外とね、こういう歌ね、まあ割と、声で書き消せば割と引っかかんないってことを知ってるんで、多分ね、多分、引っかかったら、なえますけど。で、OKOK。あー、まあ一応、なんか BGM 被すとこう。で、870万。スーパーの曲ってね、割と、いいんだよね。うん。回もいいし、スーパーもいいし。あと、オープニングのね、作画めっちゃいいしね。回のオープニングの作画めっちゃ好きなんだよね。マント姿のご飯がさ、なんか神殿の上に立ってるとこめっちゃ好きなんだよね。で、会心出して、おー、ナイス、危ねえ、危ねえ、怖え、こはい。まさかワンパンだとは思わなかったぜ。まさかワンパンだとは思わなかったよ。本来だったら飛ばしてるとこなんだけど、 BGM の上書きをしたいんであえて見ます。まあ動画では多分飛ばしますね。頼まれたカカロットが2試合ともワンパンされてる。さて行きましょう。まあここはまあ兆し君に任せて、でゴッドで木玉取って、で、二次木玉取ってきたまじゃない、ディフェンスを上げればさすがに大丈夫でしょう。必殺食らっても、お前は食らうなよ。おーよし、ナイス。おーい、お、なんだこいつ。は？何してんのこいつマジで。で、740万。で、やばい、死ぬんじゃない俺、死んだんじゃ。てか、身勝手きついね、さすがに。最新ステージだと、まあ、全属性ガード軽減あったとしても20万食らっちゃうんか。本来なら食らわないはずなんだけどね、こんなに。なんでこんな食らったんだが、私もわかりません。で、まあさすがに行動後だったら食らっちゃっても大丈夫だと思うけど、避けていくと。で、540万。このステージめんどいな。何がめんどいって、回避運ゲーなのもそうだけど、著作権回避のためにいちいち BGM 切って、いちいち後付け BGM をつけなきゃいけないのがだるいわ。あ、これ、あれ、なんか、挑戦回数だったよね。あと3回。3回も負けたのか、10分で。まだ10分しか経ってないんだけど。まだ10分しか経ってないのに3回も負けたの、俺。で、また登場人数を見なきゃいけないけど飛ばします、もう。もう見たくないね。こいつの顔見たくねえよ、もう。まあ、もう身勝手信用できないんで、ゴッド悟空に任せましょう。後ろのゴッドが一発でも食らったら死ぬことが分かったから、で、ここはさすがに、あーでも結構食らっちゃうな。まあでも 77% 軽減は伊達じゃないと。で、280万。こいつ極限したのも言うて7周年だからな。一番長生きしてるよな、結局やっぱり。軽減持ちは偉大だね。で、行動は絶対問題なしだからな。で、身勝手くんが1200万。で、首くるりんして、テンポのいい蹴り。ナイス。頼むぞ。なんか、だんだんとお前の評価が下がってるからな、今。最初は120のところにいた。最初120のところにいて、一回使って100まで落ちて、で、その後、プライベートで使ってたら必殺避けなくて80まで下がって、で、今、50まで下がってるからな。このままじゃお前ゼロになるぞ。大丈夫か？ちなみに力身勝手くんはマイナス100のところにいます。で、あーいいね。よくないね。よくないね。でも行動がだったらカチカチだわ。で、850万。こいつもなんか微妙なんだよな。軽減せめてなんか 59% 軽減とか持ってれば。やばいって。やばいって。やばいって。まだ2ターン、最高ターン2ターンなんだけど。3ターンか分かんないけど。で、まだ、1ゲージすら削ってなくない？削ったか？ 1 ゲージ、3ゲージ削ってないな、多分。ベジータの木がなくなっちゃうよ、こんなに木分けたら。もう信用してないからこうしよう。そろそろ勝たないと、マジで、なえちゃうよ。もうなえてるけども。もうなえてるけど、でもゴッド悟空きついな。50% 回避だっけ、あいつ。なんか弱いよな、あいつ。スペクタルのチケットで当てて、極限してきたけど、結局一回も使ってなかったもん。なんか使う場面ないんだよね。俺はやっぱ
耐属性のゴッドの方が好きだからさ、なんか出番がないんだよね。で1200万、頼むぞ。まあ、さっきはね硬かったからまあ、食らったけど評価は50のままだからな。お前頼むぞ。華麗に必殺避けて評価を戻すところが見たいよお前の。あ、食らってる。水飲んでたら食らってた。あーよー、怖い怖いんだけどこいつマジで70% 回避だとは思えないんだけど。さすがに行動後はカチカチと。でまた登場人質あるけどもちろん飛ばしますよ。尺稼ぎだと思われちゃうんでちゃんと飛ばします。えらい、視聴者のことも配慮できる動画投稿者の鏡ですね。噛んだな大事なところで噛む、大事なところで噛む動画投稿者のクズ。ここはねでも身勝手くんが一番守れるからな実際で後ろの神次元の恥さらしくんもちゃんと避けてくれないと困りますよ。お手本見せてやれ。それお手本で750万でカメハメハぶっ放してやっと3ゲージ削れてる。で490万のテンポのいい殴りからの気弾でマジ殴りと。で華麗に避けて華麗に避けて華麗に避けて華麗に避けると。いいね、ゴッド君も続いてね。ゴッド君ちゃんと見習ってよ。あとは最悪一発食らっても大丈夫だけど後ろのゴッドがな一発も食らえねえかんな。でも他にねいいやついなかったんだよ他にいいやついなかったからさ頼むよマジで。でかわしてかわさないで580万、頼むぞ。お前に全てがかかってるからな。ナイス、頼む頼むもうやだこのゲームあと1回じゃない、じゃあまだまだ最後に決めるのが俺だからね。いや最後毎回毎回最後でやっぱり逆転して勝ってきたから俺はここで勝ちますよ。見ていてくださいご飯さん。見飽きた、もうもう見飽きた、もう見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 た。めっちゃ頼んどるやんベジータ。さてもう、ま、もう負けないよ。俺は2度目の敗北はしねえんだ。大丈夫、もうねみんな体が温まったからかわしてくれるんだよ。みんなでも体が温まった。6回目だからね。5回も挑戦すればみんな体が温まってかわしてくれるんだよ。やっぱ最初はやっぱねきついからね。やっぱスポーツ選手とかもさ最初はもうちょっとねいきなり走れとかねいきなり泳げとか言われても無理でしょ。やっぱそういうことだよ。つまりね体を慣らさないとね、まずその環境に。だからこのベジータスペクタルのベジータっていうステージに体を慣らしていかないとダメだったんだね。そうやっぱりね、いやちょっと食らってほしかったな嘘だよ嘘だよ、そんなこと思ってないよ。で殴ってゴッド君もねもうだんだんもう体が慣れてきてるから多分全部かわしてくれる。 60% でも全かわしてる。それがこのゴッドという男ですよ。未だ現役の何年前に出たんだこいつは、もう覚えてないぐらい。おっとまあ一発食らったけど大丈夫。これはあれだね、身勝手の復活、身勝手の復活を早めるためにあえて食らってくれたんだよ。優しいよね。で520万でマジ殴りで、おっとと、まあ大丈夫。これはね自分のディフェンスの高さをね見せてくれてんだよ。優しいよね。でここは忖度してくれたんで、こうし、あ、待って、違う、著作権。おやめください、著作権。いや、効果音消しちゃった。こんぐらいだったっけ。で、ここはね、ゴッド悟空でもいいんだけど、兆しをね、仕上げたいんだよね。で、今、耐属性だから、最悪一発くらい食らっても、必殺以外だったら大丈夫なんで、今のうちにかわさせておきましょう。次のベジータなんてね、食らったらワンパンだと思うから、まあ、アイテム使えばいいんか。アイテム使った方が良かったかな。いやでもここで使うのもったいないか。 OK、 ここは大丈夫でしょ。 77% 軽減の行動後だったらさすがに大丈夫なはず。 OK、 硬いさす現役すぎだろ。で740万次で終わりにすっぞ。大丈夫、
これはね、自分を終わらせるっていういつもの流れじゃないから、ちゃんと敵を終わらせるいつもの流れ。ナイス、今日頑張ってる。こんな頑張ってるのに負けるわけないんだよ。負ける男がこんなに追撃出すか、出さねえよな。そういうことだよ、つまり。いいね、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 いいね。全部かわしてくれた。いやー、全部かわしてくれた。さすがだね。やっぱ避ける男がね、食らうわけないんだよ。で、復活もできると。完璧ですね。まあ、ここは身勝手に避けさせて、気力を貯めさせて、の、アイテム使わなくていいと思うんだよね。こう、あえて死んでも、身勝手を仕上げさせて火力を上げた方がいいと思うんだよね。まあ、死んでほしくないけど、できれば。死ななければ次でアイテム使って耐えれるかな。で、超極限カメハメハをぶっ放して、で、1000万。で、いいね。確定回避は伊達じゃないと。で、1200万。で、830万と。いいね。めちゃめちゃやっぱ最後の最後で覚醒してんな、俺。で、ここも見事に食らっちゃうけど大丈夫。もう、どうしたで、590万。ここ食らってほしくないなぁ。まあ、アイテム使ってもいいんだけど、ベジータが言うてむずいというかね、回避無効だからさ、一応ベジータ分で取っときたい。まあ、でもあれか、身勝手、フィールド展開できるから、あえて先で使った方がよかったんかな、今まで。ベジータの火力高いと思うんだよね、結構。アイテム使わないと耐えられないと思うんだよな、いくら回避できても。で、まあ、ここはアイテム使っていきますか。で、兆しで受けて、バインド悟空、まあ、取る必要ないけど取って、おっとっと。どうしたアイテム使ったから安心して避けなくなっちゃった、こいつ。あれか、ぬるま湯に使って怠けちまったんか。ダメだな、やっぱ厳しい環境に置かないとこいつかわさねえわ。ダメだ、厳しい環境に置かないと。で、そうか、力身勝手もターン経過しちゃうと高確率になっちゃうから、早めに突破していかないといけねえな。で、810万、早く殺してほしいな。飯前に取って、夕飯前に取ってるから早く倒してほしい。もう割と腹減ってんだよね。いつもだいたいね、夕飯前にその動画どっかのタイミングで撮って、で、夕飯食って寝る前に編集してるんで。で、いいね。おっと、まあ食らっても問題なし。で、ここもフィールド展開しよう。で、ちょ、 BGM つけても大丈夫なんで行きましょう。で、回避無効を回避じゃしなく、違う、回避無効を無効にして攻撃してくれるんで、で、イケメン強そう。で、まあ、最悪復活もできるけど、まあ、復活なんてさせる暇ないね。技身勝手でかわさせてカウンターぶつけて殺しましょう。間違えて即避弾も取っちゃった。で、回避して250万のカウンターをぶち込んで、ナイス会心という幻覚を見て、250万のカウンターでナイス会心で、で、250万の会心でナイス会心で、もう全部先読み。おお。で、1800万。化け物がいる。で、テンポがいいカメハメハをぶち込んで、会心をもちろん出すと。いや、初めて見たわ、この KO 演出。初めて見た。で、やっとここまで来た。てれてん。てれ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 。アイテム使わないと、ゴッド悟空も多分死ぬと思うんだよね、俺。センテラと。で、まぁ、身勝手でちょっと回復させて、で、木玉6個ナイス。木玉6個取って、全属性ガードプラス、まあ、無限上昇させれば大丈夫でしょう。で、ここは問題なし。で、ファイナルフラッシュ。いいね。で、470万。で、
日差しくんが2100万。いやマジでこの身勝手のフィールド中の日差しが強すぎるわ。でガード無視だもんね。念のまそもそも会心と、あーでもディフェンス上げた最低で1000万で1000万の殴りをぶち込んで回復艇追撃で1000万。無突で1000万出す化け物だからな。でドラゴンスマッシュをぶち込むと、アイテム使って全属性ガードでそんな食らんか。ナイス、助かる助かる。んーこれ行動後にカウンターさせた方が絶対強いから、どうしよう、どっちが守れる、これこうか。ここで絶対死んでほしくないんだよな。えいっ、おーナイス回心で殴り44 で1600万のマジ殴り、早すぎ殴りからのテンポのいいカメハメハぶち込んでナイス回心で追撃もちろん出して1200万でヒョン、かっこよすぎるイケメンで、イケメンパンチからので、いやもう早すぎて何が何だかもうわからないで、ナイス戦強すぎだ。ちょっと俺はねもう身勝手のガチャ今のやってるやつは引かないけど、もうこれで引くメリットが正直あの身勝手一点狙いだから実質身勝手一点狙いだから、七夕で引こうかなと思ってんだよね、石ためて、まあ、七夕でねおこぼれ700万のカウンター化け物強っ強っで700万のカウンターとで1800万で700万のカウンターで1800万で頼むぞお前、戦犯になるよ絶対、マジ戦犯になったら許さねえからなお前。まあ大丈夫か、軽減は 60% でアイテム使ってないか、あれもあれが復活すぎるか、最悪でもかわすんです、でもかわすんです、でもかわすんです。でフィールド終わっちゃったけど、やばいフィールド終わっちゃった、やばい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 、待って待って、やばいやばいやばい、絶対やばい、あ待ってフィールド終わっちゃった、嘘嘘、あやばい最悪。え、もうバインドで、え、これ兆しの方がいいよな、多分兆しの方が火力出ると思うんだよね。あ間違えた、まあいいかいいか、え頼むマジでバインド空頼むマジで、先手必殺やめて、先手やめて、オッケーな、先手じゃなきゃ大丈夫なはず。あ待って、30万くらったかな、でも確か、待ってやばいやばい、ここまで来て死ぬ、ここまで来て死ぬのなんだけど、本当に本当にマジで、ナイス追撃助かる、えこれなら大丈夫、これなら大丈夫絶対、2発撃ってディフェンス上げた 77% だったら絶対大丈夫、めっちゃ早口大興奮、頼むぞマジ、兆し頼むマジ、回心出してくれ、1900万マジ頼むぞ、頼むマジで、本当に本当にマジで冗談抜きで頼む、頼むマジ冗談抜き、冗談ないよ本当に、ナイスよっしゃはい、というわけで今回ね勝てました勝てましたよ、最後の最後で本当に勝てたいやー、まあ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 、なんか最初はどうなることかと思ったけどね最初はどうなることかと思ったけど、やっぱりね俺がナンバーワンだ、回避使いのねキナルと言われた私はね、やっぱり最後の最後でやってくれるんですよ。で最後にチケットガチャを引こうかと思ったけど、まあ引くか、まあ、最後に引いて終わりにしたいと思います。狙いはもちろん、狙いは極ブラック、技ブラック超極限ワンチャン近いから技ブラック来てほしいな。ざませー、まあまあ嬉しいわまあ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 ギリギリ嬉しいはい、というわけで今回ね終わりにしたいと思います。まあ次はね七夕ガチャこれ引くんでね、まあそのガチャ動画はね、まあ、出すか出さないかはちょっとわかんない、なんか俺動画にガチャ動画動画にしない方が出るんだよなんか知らんけどそういうジンクスあるんで動画にしないかもしれません。はい、終わります、ではまた。